で、じゃあ次はですね、プラグインの部分ですね、皆さん気になるプラグインの部分の更新でございますが、まずですね、ご紹介したいものとしては、チャンネルストリップというプラグインが新しく、出てまいりました。これはですね、弊社、一昨年、ユーフォニックスの、会社を、アビットの傘下の方に入れてきたという形になっているんですけども、それによってですね、システム5も弊社の今製品のラインナップになっているわけですけども、そのシステム5の中に入っている、チャンネルストリップの部分をそのまんま、アルゴリズムを抽出して、プロトゥルズのプラグインとして出してきたという形です。で、これはプロトゥルズ10の方で標準で搭載という形になります。で、もう一つ、画面の、これですね、これダウンミックスプラグインというものですね。で、こちらがチャンネルストリップなんですけど、こういったプラグインとかが入ってきます。で、ダウンミックスプラグインは、今までだとサードパーティーさんのいろんなダウンミックスをするプラグインを別途買っていただいて、それで、ダウンミックスして71をステレオで聞いたりだとか、51をステレオで聞いたり、モノで聞いたりみたいなことされてたと思うんですけども、バージョン10からはこれも標準搭載になりますので、こういったものでダウンミックスをして聞くということが簡単にできるようになっております。それから、後でご紹介しますけども、プラグインのフォーマットが AX というフォーマットに変わりましたので、それに伴って TDM 専用だったプラグインがですね、いくつかこういったホストベースということでネイティブ化されて、出てまいります。リバイブのネイティブだとか、インパクトのネイティブ、リバーバーのネイティブ、こういったものも出てくるという形ですね。ちょっとこの辺も画面、せっかくなんで、ご覧いただきましょうと。で、これが今出ているのが、チャンネルストリッププラグインとダウンミックスプラグインですね。じゃあこれは、今これをちょっとソロで聞くとどんなことになってるか。ここが。で、まずですね、こういったアイコンというコントロールサーフェイスが、今この手元を触ってるやつがそうですけど、この辺に、完璧にマッピングされておりまして、こういったイコライザーだとかですね、それから、コンプの部分とかっていうのも全部、ここから触れるっていうふうになっております。で、今ですね、これは鳴ってるのかな？今音楽のとこですね。かなり極端にやってますけども、フィルターも非常に強力にかかる感じですね。こんな感じでですね、こういったコントロールサーフェイスからもうダイレクトに、コントロールしていただけるという形になります。で、今これサラウンドのトラックだったわけですけども、ここで、ダウンミックスして今ステレオで聞いているという形です。で、こちらの方もですね、いろんなプリセットが入ってますので、ダウンミックスの係数とかも、ここで変えて聞いたりだとかっていうのが、できると。後ろを3デシ下げるのか、1.5で下げるのかとか、こういった係数ですね、ダウンミックス係数もプリセットでいろいろ入っておりますし、ご自分でここの数字を変えればですね、自分で、ダウンミックスの係数を変えたりとかっていうのも非常に簡単にできると。こういったものがプロツールズ10で、入っているというところですね。ちょっとだいぶ時間も、押してきましたので。で、オーディオスイートなんですけども、バージョン10からですね、結構変わってきておりまして、今ここに見えているのは、セリフの部分なんですけど、これは23番。What's with the radio silence? You need to answer me when I call. Understand? こういうのがあるんですけど、ここでなんかオーディオスイートの処理をかけましょうというところなんですけども、例えばじゃあここでなんかこう電話の声っぽくしたいということで、このファズボックスというメディアインテグレーション様がやってらっしゃる。今日ディーラさんがいるので、一応ディーラさんの名前も言っちゃおうかなみたいなところですけど、こういったプラグインをですね、オーディオスイートでかける場合、従来だとここでかけちゃうとですね、
画面に見えているこういうフェードの情報だとか過渡点の情報とかこういったものが全部こう消えてたんですけども、バージョン10からは、そういったものも、残した状態で、かけてくれるというふうに変わってきております。というところで、ちょっとこのプリセットを選んでですね、でちょっとこれで鳴らしてみると、まあ、これぐらいの方が良かったですね。でこれでやりましょうと。で、さらにですね、この時 Pro Tools のバージョン10からはこれをどういったビットで処理するかっていうのもこのセッション設定の中で決めることができるようになっておりまして、一つのセッションの中で複数のビットのファイルを管理できるというふうに変わっております。ということでこれはまあ16ビットでいいやとかですね、まあ、ちょっと一応ダイアログだから32ビットで処理させようとかっていうふうにここを切り替えていただくことで処理のビット数を変えることができるというふうになっています。じゃあこれで、今ですねここに画面の下にこの2という数字があるんですけども、これは2秒分ののりしろをつけて処理しますよっていう、まあ、意味なんですね。でこれで、じゃあ処理します。でこの時に、個別ファイルを作成でクリップごとっていうふうに今やりますね。でレンダーします。でやると処理されるんですけども、先ほど説明したように、従来の Pro Tools だともう1個のファイルになってたと思うんですけども、バージョン10からはこういったフェードの情報、カット点の情報、こういったものが残った状態で処理されますから、またですね、トリムとかでこう伸ばしてあげれば2秒ののりしろをつけて処理をしたわけですから、2秒分のこうのりしろがついているということで伸ばしたり縮めたりっていうのがオーディオスイートでも可能になると、オーディオスイートの処理をした後でも可能になるというところが非常に良くなっているところだと思います。それから今この作った設定ですけども、これをですねウィンドウ設定の中でウィンドウ構成リストというのがこうありますけども、これで新規ウィンドウ構成、はい、ここでじゃあこれをファズっていう名前をつけて保存します。そうしまして、じゃあこれまあ、これをこれとあとじゃあ何でしょう、こういう設定と2つ違う設定を作りますよということで、新規構成をじゃあなんかファズ2とかっていう風にやって、もしこっちの設定の時はさっきのファズ1の方でやりたいっていう風になった時にウィンドウ構成をクリックすればさっきの設定で出てくると、からウィンドウ構成のこっちの方を押してあげればまたこっちの設定で出てくるという形で、ウィンドウ構成の中にこのオーディオスイートの、プラグインの設定を覚えさせるっていうふうにも、できますから、オーディオスイートのプラグインの中にこのブルズアイ、この赤いマークですね、これ、RDASのプラグインとかにもあったと思いますけども、バージョン10からは同じように、こういったものもオーディオスイートのプラグインもこう複数同時に立ち上げることができるようになります。あとまあユーコンですね、ユーコンの方の、機能がだいぶ増えています。ユーコンっていうのは先ほど説明したシステム5ですね、そのユーフォニクスの方がもともと開発されていた、コントロールサーフェイスのためのプロトコルなんですけども、Pro Tools バージョン10で、フェーズ2というところまで今サポートしている形になっています。で Pro Tools はユーコンネイティブの状態で今使えるという形です。で、それに伴ってですね500個以上の Pro Tools のメニューがですねユーコンの中でコントロール、することができるというふうに、機能が増えてきております。それから、システム5の中、システム5の画面上にですねもともとついている DSP のチャンネルで、EQ とか動かすとシステム5の中に EQ のグラフが出るんですけども、システム5というのは、DSP を搭載しているので単独でもミキサーとして動かすことができるんですけども、同時にユーコンプロトコルにも対応していて、ユーコンプロトコルに対応しているという意味は例えばここは単独の
いわゆるスタンドアローンのミキサーのフェーダーとして使いつつ、ここはプロトルズのフェーダーとしてコントローラーのフェーダーとして使うっていうのが同時にできるという、まあ、そういう機能を持ってるんですけども、その時にですね、プロトルズ側で例えばチャンネルストリッププラグインだとか EQ7 セブンバンド EQ を使うと、その、同じグラフがですねシステム5の画面上に出てくるというふうになります。まあ、これがその写真なんですけど、画面のですねこっから、右側がプロトゥールズの画面で、まあ、左側が、システム5のスタンドアローンのミキサーの画面なんですけども、プロトゥールズ側の方はこのチャンネルストリップを動かすとここに同じようにグラフが出てくると。でもちろん、単独で使っている DSP のミキサーの方もここは、同じようにこういったグラフがここに出てくると。これが、まあ、アイコンでいうとこの辺にこういうディスプレイがあってですね、これが全部のチャンネルで見えるというふうになってるんですけども、まあこのプロトゥールズ側でこういったチャンネルストリッププラグインを使って操作するときの操作感と、コンソール側にもともとついている DSP の、つまみを使って操作する操作感が、まあ、同じであると、まあ、どっちで使っても同じように使えますよと。それから音質的にも、まあ、ほとんど同じように使えるという形で、まあ、あのエンジニアの方はもうどっちを操作しているのかもうあんまりこう気にしないで、まあ、使えるっていう方向に今進んでいるという形です。で今フェーズ2なんですけども、今後フェーズ3っていう段階にもっといく予定がございますので、まあ、どん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 使い勝手を良くしていこうというふうな計画で動いております。それから、ワークフローの向上というところで、まあ、先ほど、やりましたけども、ビット深度の混在ということで、今までのプロツールズだと24ビットでセッション作ったらずっと24ビットのファイルを書き込むっていう形になるんですけども、バージョン10からは24ビットでセッション作っても、例えばじゃあベースは16ビットでいいやとかですね、ボーカルは32ビット不等式数点で取りたいという形で、まあよりレンジをこう持たせるファイルを作りたいとかっていう場合、その都度その都度レコーディングするビット数をですね変えながら取ることができるという形になります。それからオーディオファイルフォーマットの混在ということで WAV ファイルと AFF も混在してミックスの中に入れられます。からインターリーブファイル対応ということで、インターリーブドっていうところにこういうチェックが、さっきの画面のセッションセットアップウィンドウの中にこのチェックマークが入るようになりますので、今までみたいにですね、インターリーブのファイルをインポートするときにいちいち L と R のファイルに分けてインポートされるのではなくて、インターリーブのファイルのまんまステレオトラックに入ってくれるというふうになりますので、まあ非常にやりやすくなるんじゃないかなと思います。それから、バウンストゥディスクの際にですね、iTunes ライブラリーに直接エクスポートするとかですね、あとサウンドクラウドにも向けて、ファイルをエクスポートするみたいな、そういった機能も増えております。から24時間タイムライン、これは従来のプロツールズというのは 48K の場合だと 13H まで 0H からスタートすると 13H まで13時間までの範囲でファイルを管理できていたわけなんですけども、バージョン10からは 0H から 23H59 分59秒まで、まあ24時間の中でリージョンを自由にどこに置いていただいても大丈夫というふうに